さあ、いよいよ柱稽古編の第1話が公開ということで、今回はですね、そんな劇場版鬼滅の刃絆の奇跡、そして柱稽古への、先行見どころシーンまとめをやっていきたいなと思っております。ということで内容に関してなんですけども、今回刀鍛冶の里編の第11話が最終回と、柱稽古編の第1話が先行公開となっております。ということで今回はですね、原作でいうところの125話から131話までの解説と、なっておりますので、皆さんぜひとも最後までご覧ください。さあ、それではもう早速やっていきましょう。はい、ということでまずは刀鍛冶の里編の第11話ということなんですけども、こちらはもうテレビでね、見ているのでさらっと紹介していきたいなと思います。炭治郎 vs ハンテングの激しい戦闘シーンだったりとか、かまどねずこの太陽克服シーンなんかがですね、見どころとなっております。今回劇場版ならではのスクリーンと音響で、こちらのシーンたちを、ぜひとも楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思っておりますね。まあそんな感じでね、いや劇場版で見る刀鍛冶の里編はまた一味、違うんじゃないかなと思っております。さあ、ということでね、もう早速柱稽古編の第1話解説やっていきましょう。さあ、ということで今回第1話では原作が128話から131話まで、進むんじゃないかなと思っております。そんな第1話の最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、禰豆子と善逸、伊之助の掛け合いと、なっておりますね。こちらのシーンでは初めて禰豆子の太陽克服を目の当たりにする、善逸や伊之助の反応が最高に面白いシーンとなっております。善逸の反応に関しては相変わらずでね、まあ予想がつくような展開というか、まあいつも通りな、感じなんですけども、伊之助がね、思ったよりも禰豆子に興味津々で、面白かった、そんなシーンですね。早くこのシーンが見たいんですけども、ひたすら禰豆子に自分の名前を覚えさせた伊之助だったということで、伊之助、伊之助、親分伊之助とですね、いやーもう本当に可愛らしいこの二人がもう冒頭から開幕となっておりますね。さあ、ということで続いてなんですけども、緊急の中央会議が開催となっております。この日産屋敷邸では緊急の中央会議が開かれていたということで、久しぶりに柱たちが全員集合するんですよね。で、そして今回のこの会議では、かなり重要なことをお話しするんですけども、禰豆子が太陽を克服した今、大規模な総力戦が近づいているだろうと、だからこそより一層戦力を底上げしなければならないと、そして、そのためにはアザの発言が重要であるというお話がね、出てきます。鬼舞辻無惨を倒すためにはよりそのアザの力をね、解明しなければならないというお話になってくるんですけども、一方でアザを発言した者はどなたも例外なくというお話も出てきますね。つまりアザの発言だったりとか無惨を倒すための会議が行われていくということなんですけども、そのために今回柱による底上げ訓練、柱稽古編ということで、そんな開幕のね、導入ともなっている会議ですね。かなり物語として進展のある中身となっているので、全集中で楽しんでいただけたらなと思います。さあ、そんな感じでね、今回久々に柱たちが全員集合ということで、いやーめちゃくちゃ楽しみですね。さあ、ということで続いてなんですけども、甘露寺光の受け答えが最高すぎるというシーンとなっております。こちらのシーンでは朝の発言に関する質問をされた時、このように返答してしまう甘露寺さんが最高すぎるシーンとなっております。アザが発言した時、どうでしたかという質問に対して、グワーってきました、グーってして、グワーって心臓とかがバクンバクンして、耳もキーンってして、メキメキメキってってな感じでね、
いやもう甘露寺ワールドが全開で、本当にたまらないですよね。花澤香菜さんのアフレコで、このシーンを聞けるんだっていうね。いやもう本当にね、最高ですよね。で、これに対して、柱たちの反応っていうのも、最高なんですけども、こんな感じでね、いやもう一番聞いてはならないやつに聞いてしまったなっていう感じがもうたまらないですよね。いやーこのシーン本当に早く見たいですね。さあということで続いてなんですけども、いよいよ柱稽古編が始まりますということで、特別な訓練が始まりました。その名も柱稽古。柱よりも下の階級の者が柱を順番に巡り、稽古をつけてもらえるという鬼殺隊底上げ訓練。基本的に柱は継ぐ子以外稽古をつけていなかったということなんですけども、禰豆子の太陽克服以来、鬼の出没がね、パタリと止んだと。その結果、鬼殺隊全体への稽古をつけられるようになったと。そんなわけで、始まる柱稽古編なんですけども、今回そんな柱を巡る順番と内容が、こちらとなっております。まずは宇髄天元によるしごきから、基礎体力向上から始まり、続いては甘露寺光による地獄の柔軟というかご褒美ですね。そして時藤無一郎による高速移動の稽古、そして蛇柱による立ち筋矯正で、風柱による無限打ち込み稽古で、矢柱による筋肉強化訓練となっております。いやーなかなかきつそうですよね。これを順々に巡っていくわけですね。一人の男を除いてと、いうことで今回ですね、富岡義勇さんの訓練はどうしたんでしょうかと、いうことで続いての見どころシーンなんですけども、こちらとなっております。さあ富岡義勇さんの過去と現在ということで、俺は水柱ではないと言い張る富岡義勇。一体何があったのか、炭治郎はそんな富岡さんに、しつこくつきまといます。その結果、炭治郎にある真実を述べます。それはですね、富岡義勇さんは最終選別を突破していないのだと、いうことなんですよね。どういうことなのっていう感じなんですけども、それには同期であるサビトというね、人物が影響しているようなんですよ。ここではそんな富岡義勇さんの明かされる悲しい過去と未来、富岡さんはどうしていくのかが明確に述べられる場面ですので、めちゃくちゃ見どころが満載の、シーンとなっております。サビトとは一体どういった人物なんでしょうか。なんとね、炭治郎とも関わりがありましたよね。はい、ということで、このシーン劇場版でぜひとも見ていただきたいですね。感動できる、シーンとなっております。で、今回ね、富岡さんのこちらのアフレコシーンにも、注目したいんですけども、なぜ忘れていた、サビトとのあのやりとり、大事なことだろう、思い出したくなかった、涙が止まらなくなるから、思い出すと悲しすぎて何もできなくなったから、つたこ姉さん、サビト、未熟で、ごめん。いやーそんなですね、今回桜井さんのアフレコにも、注目となっております。いやー今回ね、本当に桜井孝宏さんが声優さんをね、続投で良かったなーと思っておりますね。いやー柱稽古編の中でも本当に随一の見どころとなっているんじゃないかなと思っておりますね。さあということで続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、情緒不安定な胡蝶忍となっております。なぜだか落ち着きがない胡蝶忍、一体何があったのか、感情の制御ができていないのは未熟者、未熟者ですと、自身に言い聞かせています。ちょっとね、本当に可愛らしいんですけども、するとそこへですね、つゆりかなおがやってきて、とあることについて、話し始めます。またですね、胡蝶さんは今回の柱稽古には参加しませんと、いうことで、どういった理由があるのでしょうか。はい、
私の姉カナエを殺したその鬼の殺し方について話しておきましょうと、次なるですね決戦に向けて何やら準備をしている胡蝶さんということなんですよね。いやー今回ねこのシーンがもうめちゃくちゃ見たいんですけども、実はこのシーンですね無限城編へのアプローチシーンとなっておりますので、劇場版で公開されることがあれば無限城編の制作は確定と言えるでしょう。もうそれぐらいね無限城編に向けてのシーンとなっているんですよね。あの鬼との決戦がもう近づいてまいりましたね。さあそして、今回第1話最後の見どころシーンなんですけども、こちらということで、鬼舞辻無惨を倒すために、というシーンとなっております。鬼舞辻無惨を倒すために協力しませんか、産屋敷邸にいらしてくださいと。一体誰のカラスなんでしょうか、そして誰に話しかけているのでしょうか。そう、その相手とは鬼であるあの人なんですよね。今回玉代さんということで、鬼である私を鬼殺隊の本拠地へということでね、なぜなんでしょうか。鬼舞辻無惨を倒すためにはどんな手段も厭わない鬼殺隊側のね信念が垣間見える、そんなシーンとなっております。裏切られる可能性があるのに玉代さんを信頼して産屋敷邸の場所を教えるということで、リスクがあるからこそこっからの鬼滅っていうのはより一層物語として深みが増しますよね。そんなシーンで今回の第1話は終了となるでしょうということで、劇場版の最後がこのシーンですか。いやめちゃくちゃオチとしてね最高にいいシーンなんじゃないかなと思っておりますね。はい、ということで今回劇場版の見どころはこんな感じなんですけども、さらにエンドロールの方でアニメ版のオープニングのね公開っていうのもあると思うので、そちらの方もかなりの見どころとなっております。さあそれでは皆さん、高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。